はい、どうもこんにちは、カイキングです。見てください、この大空。和歌山県に来ています。まあ、今回ここ釣り堀で、まあ、釣りができるということでやっていきたいと思います。まあ、釣りも2種類あって、小物釣りと大物釣りがあるみたいなんですけど、俺みたいなビッグな男は今回大物釣りをやっていきたいと思います。まあ、大物釣りね、何が釣れるのか、まあ、詳しくは聞いてないですけど、まあ、タイとかカンパチとかそういう魚が釣れるみたいなんで、あと近くに市場があるんで、まあ、釣れた魚はねそこでさばいて食べていきたいと思います。はい、というわけでね、まず餌、これなんだろう、マダイストロング、なんちゃらかんちゃら新戦力、釣り堀職人、なんちゃらかんちゃら最強みたいなやつの餌と、もう一つこれなんか釣り竿の引き換え券からもらいました。今からね釣り実際にやっていきたいと思います。もうあの浮き釣りなんで、もうこの中なんで、そうそうそう、わかりました。あ、取ったお魚ね、あのタイとかね、あの指、宇宙なんかに指入れるとこれぐらい噛まれちゃうんで、はい、危険なんで、これで、掴んで、宇宙の中にこう掴んで、で、こう、この中に入れると、そうですね、こういうペースですね、わかりました。お持ち帰りいただけるのが2匹まで、はい、例えば5匹釣ってもお持ち帰りいただけるのは2匹までだと。で、そのうちですね、お魚を釣ってここにずっと放置したりすると、もう火傷して死んじゃう可能性あるので、ね、すぐにここに。そうですね。で、ひっくり返ったやつを優先的にお持ち帰りいただくようになりますので、はい、飲み込んでたりすると、もうハサミで切ってね、入れてやる方が、延命しやすい。もしも釣れなかった場合ってことがあるんですけど、保証は一応ないんですよ。あ、何？うん、わかりました。とりあえずね、私どもで、サポートはさせていただきます。わかりました。はい。はい、これどんな魚がいるんですか？タイ、シマアジ、あとハマチとかね、青物なんですけど、ちょっとね、やっといてもらっていいですか？わかりました。はい。はい。はい、1時間半になります。はい。前はちょっと餌がね、柔らかめにつけてたから、今回ちょっと固めに固めて、あんま固めすぎたら崩れちゃう。これぐらいのいつもちょっと固めに餌つけてみた。マジで俺より頭だ。今ぐらいのとこ多分もう一回投げたらかかるかもしれんな。ちょっと舐められてるからさ。こんな感じかな。落ちた瞬間上げるわ。先ほどすぐ引いてもだからさ、上げなかったんだ。間違えて俺さ、こっちやっちゃったから、落ちた瞬間こうグイッて上げるわ。季節さ、なんてイライラするわ。こいつお前釣り上げたら絶対お前煮付けにしたらかも。入る島味狙いたいな。タイ頭いくらかかるやろ。これやったらかかるやろ。今回の餌自信ありやったけど、過去一だ。一番いい餌の付け方だったら分からんぐらい。これ人間で言うのもこれ多分分からんで、ね。
かかった。もっと元気よく。重たい？よし、よかった、釣れた。というわけでね、無事釣り終わりました。いやー、なんか何回かねヒットとか結構多かったんですけど、いかんせんちょっと初心者なもんでたくさんは釣れませんでした。まあ、今回のね消化はちょっと後でもっと見えるんですけど、こっちか見えないかな、これタイ見えるかな、マダイ、これが45センチかな、45センチのマダイが釣れました。というわけでね、今からね釣り場に行って捌いてもらいたいと思います。捌いてもらう場所に来たんで、今からこの45センチのマダイ捌いてもらいたいと思います。あ、こっちか、こっちか。というわけでね、無事捌き終わりました。それがね、こちらです。見てこれ、45センチのさ、マダイだったから、めちゃくちゃ切り身にしてくれた刺身の、結構量あるよねこれ。多分スーパーとかで買ったら多分3000円とか取られるぐらいかな。相当大きかったです。で、これがブリの、ブリじゃないわ、ごめん、すいません、マダイの頭です。まあ、これはね、家に帰ってね、お吸い物とかにしたいと思います。というわけでね、これは後でじっくり食べたいと思います。というわけでね、お刺身食べれると思ってきました。45センチのマダイ食べていきたいと思います。これが食べようか、もしかしたらいいとこ取れそうか、これ食べようか、いただきます。わさびをね、わさびをちょっとつけて、あ、はい、わさびちょっとつけて、うまっ。釣れたてだからめっちゃ身プリプリ、弾力がやばい、なんか弾力がこんにゃくみたい。というわけでね、今回は釣り堀に行ってマダイを釣ってさばいてもらって食べてみる動画でした。またね、チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら、ゆっくり食べたいと思います。